アートアクアリウム展大阪金魚の通夜。昨年に続き今年も大阪でアートアクアリウム展がここ梅田で開催。2013年は100万人の動員を記録したアートアクアリウム展。そこで木村プロデューサーがお届けするアートアクアを100倍楽しむ方法を徹底紹介。またナイトアクアリウムもパワーアップ。今回は大阪の夜景も楽しめちゃうんです。それではアートアクアリウム TV 大阪編スタートです。大阪金魚の通夜ですね。はい、はい、どんなのがあるんですか。まあ本当じゃあゆっくりじゃあ今日特別にご案内しながら。いいんですか。はい、見どころをね、はい、説明していきます。教えていただけます。はい、わー、はい、楽しみ。関西初開催ね、まずまあちょっといろいろこう僕の気持ちを書かせていただきました。なるほど、はい、しっかり読んで。しっかりと読んでから、はい、でまあこちらがですね、まあ全アクアリウムといいまして、まあ、日本画水槽と言ってるものなんですけども。本当に綺麗ですね。はい、まあ、これはねもうその日本画というのはよくこうの中で金魚とか鯉とかね、はい、書かれてますけど、その日本画をまたあのリアルあの実物に戻したというね作品。それでまあこう薄い水槽で壁に簡単に描けているような感じで、まさに絵のように見えて生きていると、はい、そういう作品です。これまあこちらがね、これあの水中試験巻きっていう作品なんですけど、水中、はい、これがね8メーターにもわたるね、まあ、アクアリウムがあって、でこれはもう本当にその日本の四季の美しさをこのプロジェクションマッピングで当てながら、その前にこうリアルな鯉を泳がしているとい こう作品なんですけど、関西の人がもういつ来るんだ、いつ来るんだと、はい、待ちわびていた。東京から出したのはもうこれ初めてなんです。あ、そうなんですか。はい、こちらはあのフラワーアクアリウムって言いまして、まあ、名前はまあフラワーの事情の、ね、アクアリウム、はい、まあ、いわゆるこの外側に生けてある花と金魚、はい、両方まあ花、水の中の花と、ね、本物の花ということで、まあ、これイベント中なんで増加飾ってますけど、はい、本物の成果もちゃんとさせるようになってまして、生けられるようになってまして、はい、で、まあ、あのここにね、はい、この金魚伝来とか金魚の文化と芸術性とか金魚歴史とかあるんですけど、まあ、こういうのねちゃんと読んでいただいて改めて金魚見るとまた違いますから。そっか、金魚の知識がね、はいはい、まずはその作品の紹介も全部そうなんですけど、アートアクアリウムは他の水族館と違うので、まずパネルで、とかあとウェブで、その作品の情報を入れてから見ると全然違いますから。そうなんですね、はいはい、ただこうお魚見てワーキャーではないんですが、アートです。アートですか、はい、なるほど、はい、芸術ですから、はい、それはもうワンポイントですね。なるほど、はい、でね、これはまああの金魚コレクションといって、はい、まあ、本当に金魚コレクションしてます。あ、これはすごいですね、はい、一個一個また違う金魚がいる、ね、まあ、ここはもういろんな種類の金魚がいるので、まあ、これはどちらかといったら金魚の種類を見る博物展示に近いんですが、まあ、こうライティングとか、いや、おしゃれですね、はい、まあ、空間の、まあ、金魚って普通上から見る、品評会とかで金魚見るとき上からなんですよ。そうなんですか、はい、なのでこうやってそのちゃんと上から見るんだけど、その遮るものもなく水の波紋もあぶくもなくっていう、そういうその、まあ、横から見ようと思ったら見えるし、水の塊が浮いてるみたいでしょ。本当に浮いてるみたいでびっくりしました。金魚の本当の美しさを楽しめる、あ、これはねもうかわいい、まあ、これはもう世界最高峰の、まあ、イタリアの、ベネチアとかベニーニの、はい、ニーニですか、まあ、デザイナーとして、はい、まあ、作らせていただいた作品なんですよね。まあ、どれだけすごいかっていうと、まあ、一番分かりやすい言い方をするとお名前いつも借りるんですけど、長いベニーニの歴史の中でのアジア人でデザイナーに就任しているのは安藤忠雄さんと僕らなんですね。2人だけ、はい、そうやってすごいでしょ。すごい、やっぱり日本ってそのガラスアートの文化がないの で、 そうです、あんまりベニーニって言っても凄さが分からないんですけど、まあ本当にそのでもベネチアのガラスって言ったらね世界最高峰って、ね、はい、その中のナンバーワンです。あ、すごいな、はい、アートアクアリウム展大阪金魚の通夜は3月11日まで阪急梅田ホールで開催中。皆さんぜひお越しください。まあ、これがカレードリームからいきましょう、はい、はい、これちょっと三角覗いてみてください、
ごい万華鏡。そう、これはあのたまに、ね、見方が分かんない人がいるんで、万華鏡、これは当然ね、はい、こう引いてみてても綺麗なんですけど、そうですね、これはこの三角形をね、はい、覗くと、もう万華鏡を自分でこう回してるかのように金魚が前通るだけで、ね、前通ると、はい、なるんです、はい、綺麗ですね。なんか金魚の色によっても全然見え方が違いますね。これももう二度と同じ瞬間見れない。確かに、はい、確かにそうですね。こちらがボンボリューム。ボンボリューム、はいはい、まあ、いわゆるボンボリってね、まあ、昔のその日本のね伝統的な照明 ですね、はい、でまあアクアリウムをそのまそれ自体が照明として、あ、はい、という作品ですね、はい、これも可愛らしいですね、形がまた、はい、これがまた色が ね、まあ、ゆっくりゆっくり全部がこう連動して変わっていくので、あ、はい、連動してるんですか、これ、はい、してます、はい、そうなんだ。そしてまあこちらが、はい、まあ、メインのオイランですね。オイランですね、はい、この千匹の金魚が泳ぐ、あの昔のですね、江戸の花町遊郭を、はい、イメージして、本当に綺麗ですね、これは。本当にいろんな金魚がいて、はい、キラ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 輝いてますよね、はい、これまあ今回のまたワンポイントは、この、はい、ここへの花魁の映り込みなんですよね。なるほど、はい、でまあ後ろの夜景なんかも綺麗だったりすると、まあ、曇りが取れてると、あとこのボンボリュームが非常にフォトジェニックなので、はい、でまあこちらがその、まあ、プリズリウムっていうね、はいはい、もしかして音楽に合わせて光ってますか。いや、音楽に合わせてはないですけど、はい、まあ、ただそういうことをイメージして、はい、ライティングの、ただこれはライティングじゃなくてムービングなんですよ。ちゃんとその映像を照射してるんです。あ、そうなんだ、はい、あとワンポイントはこうやってね、この鏡を見ると綺麗なんですよ、はい、あ、本当だ。そう、もっと魚が散ってると思う、はい、見えてますもんね、はい、このこういう水のシーン見ないですか。あ、見ないですね、なんか不思議、面白い。今日もあの素敵な DJ、 今日回されてる DJ さんは、はい、ゆうなさんか、ゆうなさん、はい、ゆうなさん、こういう情報で毎週女の子 DJ で、あ、はい、女性が回されるんですか。めっちゃかっこいい。でね、こんな感じでこう、あ、なるほど、大人の空間ですね、完全に。また大阪の夜景を楽しみ、夜18時から照明と演出を変え、ドリンク片手に楽しめる大人の空間に。アートアクアリウム展大阪金魚の艶は3月11日まで阪急梅田ホールで開催中。皆さんぜひお越しください。まあ、チョコレートを売ってる、はい、あ、そう、これね、チョコレート、これあのね、スーザン・ロックフェラーっていう、はい、あの海洋保全活動をやってまして、僕その海洋保全活動に協力してるんですよね、はいはいはい、でその奥さんがいろいろなこうデザイナーアーティストであって、それでこうチョコレートをね、今回このバレンタインでやりまして、このアートアクアリウムオリジナルチョコレート、このストラップはこのスーザン・ロックフェラーのチョコレートを買わないともらえません、これはこのチョコレート、このピンクのハートテールはこれ限定、限定、はい、スーザン・ロックフェラーとのコラボレーションです、この他にもオフィシャルフォトブックや CD、 金魚のぬいぐるみ、そしてストラップなど、いろんな金魚たちがいますよ。いや、どうもありがとうございました。いやいや、もうすごく楽しかったです。楽しかったですか、はい、まあ、やっぱりバレンタインでも近いですから、やっぱりデートでね、使っていただいたりだとか、いい、ね、まあ、それだけじゃなくても、はいはい、もうこの会場なかなかね、いい素敵な感じにできてますので、はいはい、来ていただければと思います、はいはい、ぜひお越しください。アートアクアリウム展大阪金魚の艶は3月11日まで阪急梅田ホールで開催中。皆さん遊びに来てくださいね。せーの、アートアクアリウム。